前から認知症ケアを考える、認知症と共に楽しく暮らすためにと題しまして、株式会社シルバーウッド原木製鎌ヶ山を開設、介護予防から看取りまで行う。誰にでも必ず発生する可能性はあるし、もっと言うともう80、90、100歳になっていったらみんな認知症ですよ。そんな風に考えたらもう少し気持ちは楽になるかもしれない。そのサービス付き高齢者向け住宅って何かっていうと、賃貸住宅です。単なる賃貸住宅、高齢者施設ではないんですよ。ために、訪問介護事業所がたまたま併設してるだけで、食事が自分で作れない方はたまたまそこに食事を提供する厨房業者さんが入ってるだけですけど、銀木製という砂鉱獣を、サービス高齢者向け住宅を訳すと砂鉱獣って言うんですけど、砂鉱獣を東京で、後でちょっとね3人の方でもやってもらおうと思いますんで、はい、まあ、そんな感じです。これが1棟目に建てた、ね、実際私の運営している高齢者住宅にもそういう高齢者たちがたくさんいます。そういう人たちの期待を裏切りたかったんです。私施設に入れられるっていう感覚で来て、この門の前に来たらどんな風に感じるかなと思ったんですよね。あれ、私高齢者施設に来たんじゃなかった。やっぱり楽しい方がいいじゃないですか。気持ちいい方がいいよね。なので今日のバンバン毎日弾いてます。でもちょっとたまに気づいたのは、同じ曲ばっかりずっとループするんでね、さすがに認知症だね。うん、今日はあの花ちゃんって言うんですけど、この矢野さんがね、あの花ちゃんと離れて暮らすぐらいだったら死にやるって言うんで、あのどうぞ一緒に暮らしてくださいってことでね、一緒でとうとうね、あの門松自分たち作るどころか隣の施設に売り込みって出すんですよ。で、お食事の下膳配膳あるでしょ、それもご自身でやってもらってます。まあ当然だよね。なるべく介護士は手を出さない、そういうルールでやってるんですね。そうすると入居者さん同士でみんなで支え合っていきますよ。そういう機会を取り上げちゃってるのは、実は介護側の我々なんだっていうことに気づいたんです。だから一切手出しません。ご飯もお室で出して、自分で好きなものを好きな分だけ装う。食べたってほしいんだよねとか、例えばお風呂入るときだけ手伝ってほしいんだよねとか、そういう時だけ適時、あのみんなで、あの地域の方々と一緒に走るというマラソン大会があるんですね。北海道から沖縄までずっと助けをつなげていくんですけど、それに参加しました。されちゃうでしょ。そうじゃない、認知症になったってこうやって輝くことができる。むしろ認知症の人だからこそ地域住民に対して訴えかける力が強い。僕はそう思うんです。うん、だからこれからね、認知症の人をバカにしてた人はね、あの終わりよ。これからね、認知症の人がメジャーになるからね、そのうちテレビで歌うかもしれないね。僕の妹と一緒に認知症のじいちゃんが歌うかもしれない。可能性あるからね。